はい、こんにちは。今回はね、梅昆布茶、という、ものでして、こちらが梅の昆布茶ですね。では、うん、梅が入ってて、ここ昆布茶は昆布と、まあ、多少の少し塩を入れてるんだね、これね。ですから、まあ、塩の味と、昆布の味がします。でそこにほんのりと、梅が入ることによって、梅の香り、味、そういったものが多少しますね。なので梅の味わいと、昆布の出汁が効いてて、これ悪い意味お茶だけじゃなくて、お茶漬けとかね、お茶関連で言ったらお茶漬けとかにもできるかなと思いますね。で粉状になってるから、そこの方にね、昆布がこうしてたまるんですよね。で 粉状のがそこにたまるから、まあ、そこに再度お湯を入れて飲むということもできるんじゃないかなと思うんですが、まあ栄養素はたっぷり、まあこれで108円、8本入って108円だから、まあ安めの感じは安いかなと思いますね。ならもっといいのは自家製で作って、例えば昆布そのものを買ってきて、でそれを切り刻んで、入れてね、必要な分だけ入れて、であとは塩を多少振りまくって、でそうしたら昆布茶ってのが出来上がると思うんで、まあそういうのも出来上がるし、あとはその粉状にする。ミキサーみたいなやつでジーって回して、粉状にして、でそれを粉にしたやつを入れてしまうとかね、まあそういった感じでもいいんじゃないかなと思います。なかなかね、昆布の粉と、まろやかな味わいっていうのがね、なかなかいい昆布茶の味だなと思いますね。どうなんだろう。